こんにちは、しゅうきです。今日紹介するテーマは翡翠です。2021年にバーストオブデスティニーで登場したテーマです。水属性水属で統一されたテーマで、ロック要素と場持ちの良さが最大の特徴です。この動画を見ていただければ翡翠デッキの使い方をマスターすることができます。ぜひ最後までご覧ください。モンスターはすべて水属性水属で統一されています。翡翠のアクティ、翡翠のティノーラ、翡翠のトレモラは墓地に存在する状態で水属性モンスターが破壊された場合、自身を除外することで手札か墓地から同盟以外の翡翠モンスターを特殊召喚することができます。この効果のおかげで非常に場持ちがいいテーマとなっています。またいずれも水属性をコストに墓地を肥やしつつ発動できる効果を持っています。翡翠のアクティは手札の水属性を墓地へ送ってワンドロー、翡翠のティノーラはフィールドの自身と手札を1枚捨てて水属性を蘇生、翡翠のトレモラは手札から捨てて手札から水属性モンスターを特殊召喚できます。翡翠のエジルは翡翠デッキの中核を担うカードです。召喚特殊召喚時に翡翠魔法トラップをサーチすることができます。また戦闘効果の対象になった時、手札か墓地の水属性モンスターをターン終了時まで特殊召喚した上に一度だけ破壊耐性を得ることができます。翡翠艇エイギロカシス、翡翠艇キングフィッシャーは装備カード扱いで装備できるモンスターです。いずれも装備した状態から特殊召喚できます。翡翠艇エイギロカシスは相手ターンにも装備することができ、ステータスをアップします。翡翠艇キングフィッシャーは装備した翡翠モンスターは守備表示のまま攻撃できるようになり、特殊召喚するときに装備モンスターの守備力以下の攻撃力を持つ相手モンスターをバウンスできます。翡翠艇エジルラーンは双剣のように手札を捨てることで特殊召喚しトークンを生成することができます。これによりレベル10水属性シンクロモンスターを即座にシンクロすることができます。エースモンスター翡翠艇コスモクロアはフィールド魔法が存在するときに特殊召喚できます。翡翠モンスターの戦闘時相手の攻撃力を1000下げます。また翡翠艇イニオンクレイドルが存在する場合、相手モンスターはフィールドに出たターンしか効果を発動できなくなります。シンクロモンスター翡翠艇エジルギュメルは自分フィールドのモンスターに破壊除外耐性を付与することができ、この効果をチェーンして発動した場合、チェーンされたカードと同盟のカードをフィールド墓地から除外することができます。また墓地に存在する場合に相手の効果でカードが除外された時、墓地から蘇生することができます。魔法トラップ、翡翠大権限は相手のフィールドか墓地にモンスターが存在し、自分フィールドに水属性モンスターが存在する場合、デッキから翡翠モンスターを特殊召喚するか墓地へ送ることができます。また墓地に存在する状態で翡翠モンスターが破壊以外の方法でフィールドを離れた時、相手フィールドのカードを除外できます。翡翠溶乱は翡翠モンスターをサーチできます。フィールド墓地に同盟カードがあるモンスターはサーチできませんが、ターン1制限がないので何度でも使用できます。フィールド魔法翡翠艇イニオンクレイドルは発動時に墓地から除外されている翡翠を手札に加えることができ、モンスターが召喚特殊召喚された時に自分の水属性モンスター1体と相手の全モンスターの攻撃力を指定したモンスターの攻撃力分下げることができます。永続魔法翡翠呪縛は翡翠モンスターと翡翠艇イニオンクレイドルがあれば、相手モンスターはフィールドに出たターンに効果は発動できなくなります。また翡翠モンスターの戦闘時、破壊されたモンスターの攻撃力分のダメージを与えることができます。永続トラップ翡翠侵食は翡翠モンスターを破壊することでフィールドのカード1枚の効果をエンドフェーズまで無効にできます。また翡翠モンスターが破壊以外の方法でフィールドを離れた時、翡翠モンスターをサーチかリクルートできます。続いてデッキ構築についてです。翡翠カード以外で相性のいいカードを紹介します。絶海のマールは水属モンスターを墓地に落とせるカードです。墓地にモンスターがいることが重要なデッキで、このカード自体も再利用しやすく小回りの効くカードです。豪雨の結界像は互いに水属性以外のモンスターを特殊召喚できなくします。水属性がほとんどで自分は影響を受けにくく、翡翠は戦闘破壊に強いので低いステータスでもフィールドに維持しやすくなっています。セリオンズリーパーファムは墓地の水属を装備して手札から特殊召喚できます。装備カード扱いの時に効果を発動できる翡翠艇エイギロカシス、翡翠艇キングフィッシャーとの相性が非常に良く、翡翠の苦手な展開を補助してくれます。クリスタルガールは高レベルの水属性モンスターをサーチできます。また蘇生できるため翡翠の手札コストにでき、リンク素材としても使用できます。エクストラデッキに採用したいカードの筆頭がゴッドスライム。高いステータスと戦闘破壊耐性、他のモンスターを戦闘効果の対象に取らせない優秀なモンスターです。攻撃力0の水属レベル10モンスター1体をリリースするという非常に出しにくいカードですが、
翡翠艇イニオンクレイドルで攻撃力をゼロにした翡翠艇コスモクロアで簡単に出すことができます。素の打点が低い翡翠デッキでは非常に重宝します。ナンバーズ4猛毒手法ステルスクラーゲンは対象に取らない破壊と破壊された時にエフィラを特殊召喚する効果を持っています。翡翠の効果と合わせて場持ちが抜群に良くなります。ナンバーズ103深層霊城ラグナゼロは翡翠艇イニオンクレイドルと相性が非常に良く、除去とドローを同時に行うことができます。マリンセスコーラルアネモネはほとんどの翡翠モンスターを蘇生することができます。翡翠のエジリやクリスタルガール、絶海のマールなど特殊召喚して美味しいカードが多いので役立つ場面は非常に多いです。氷結界は苦手な永続効果持ちや高打点対策、間接的なサーチと墓地肥やしができる優秀なカードです。割られても仕事ができるため腐りにくいカードとなっています。ほぼ水属性水属で構築できるので群雄割拠、御前試合に引っかからないため、これらを採用することでより強固なロックを行うことができます。高い戦線維持能力と妨害効果で有利な盤面を作っていくのが基本路線です。翡翠艇コスモクロア、翡翠艇イニオンクレイドル、翡翠呪縛の3枚を並べることができれば、相手はフィールドのモンスターの効果を発動できなくなります。ただし墓地や手札の効果を使えることと発動せずに使える永続効果は無効にできない点は注意が必要です。戦闘は翡翠艇コスモクロアと翡翠艇イニオンクレイドルのステータスを下げる効果で、効果破壊は翡翠の共通効果で、除外やバウンスは翡翠侵食や翡翠大権限である程度対応できます。序盤は墓地を肥やしつつサーチで手札を整えていきます。できる限り早いタイミングでロックを行い有利な展開を進めていきます。豪雨の結界像はサーチ手段が少ないので絶海のマールなどで墓地を送り、翡翠のティノーラやマリンセスコーラルアネモネで蘇生します。強力な盤面を作り上げられるデッキですが、後攻からのまくりや守備力の高いモンスターを苦手としています。こちらがサンプルレシピとなります。よかったら使ってみてください。次回はこのデッキで対戦を行っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。